皆さんこんにちは、ウンタンです。本日はですね、ウンタン一人での動画撮影となります。今回はウンタンがボーナスで何を買ったかを皆さんに説明しようと思います。私のね、会社は夏と冬にボーナスが1回ずつ出るんですよ。年2回ボーナスが出るんですけど、まあ基本的に私は今までボーナスは貯金に回してきたんですよ。もうほんとね、貯金ばっかりしてたんですよね。今回30歳にも私なっちゃったんで、まあ30歳だったらもうなんかいろいろね、買おうかなと思いまして、ボーナスで今日、ふーちゃん緊張してる？緊張したよ。久々の一人の撮影なんだから。ボーナスで今回買ったものを皆さんに紹介していこうと思います。ボーナスの思い出といえば、新入社員の時にボーナス入って、そこで初めてバッグを買いました。あ、ちょっと持ってきますね。よいしょ、すいません。このね、コーチのリュックサックを買いました。だいたい8万円ぐらいだったと思います。これはね、初のボーナスで買ったなんか思い出の品となっております。新入社員の頃なんで、7年前ぐらいに買ったものなんで、まぁ、ちょっとね、使用感はあるんですけど、まぁ、すごい大切に使ってます。これはね、結構思い出の品です。思い出の品というとね、まだちょっと話すことがあって、時計をね、それも新入社員の初任給で買ったんですよ。新入社員の初任給なんで、もう今もずっとつけてます。あ、それもちょっと持ってきますね。このね、ポシアナスの時計を8万から9万ぐらいだったかな、電波時計のソーラー電池なんで、もうほとんどね、メンテナンス不要でずっと使えるやつなんですよ。時計の時間も狂わないし、基本的には電池が切れることはないっていう。これもずっと使ってます。一度買ったらずっと使うタイプです、私は。まあまあ何の自慢にもならないですけど、といったね、いろいろ思い出があるものを結構買ってきたんですけど、今回もね、30歳になってボーナス入りましたんで、買ったものを皆さんに紹介していきます。どれから行こうかな。じゃあこれ、ドドン。これはね、伊勢丹の袋ですね。最近ね、伊勢丹のメンズ館に行ってきたんですよ。一目惚れというか、あ、これいいなと思って買ったものがこちらになります。じゃあ早速開けていきます。こういう風に動画撮ろうと思ってて、開けてないんですよ。開けたいなとずっと思ってたんですけど、買い物して買ったらもうすぐに開けて、もうなんか試したいタイプなんですよ。ズルン。なんでしょうね、これは。芳香剤になります。メンズ館に1階か2階になんかポップアップとして出てきたお店で、確かね、タイの芳香剤らしいんですよ。で、すごいね、あの店頭で嗅がしていただいたら、すごい匂いで、6種類ぐらいあったんですけど、その中の2種類ぐらいすごくいい匂いがありまして、その1つをね、購入しました。このリビングの方はもっとなんかあのでっかい芳香剤買ったんですよ。なんですけど、洗面所がうち何もなかったんですよ。なんで洗面所に置くものを1つ欲しいなとずっと思ってたんで購入しました。じゃあ早速開けていきます。正直こういう開ける時が一番ドキドキしません？ルーちゃんいつもね、開ける時結構ブワーって全部一気に開けちゃうんですけど、私は一応綺麗に開けようかなと心がけながら開けております。まあでも今回ちょっと汚くなっちゃうかもしれない。うわー、びっくりした。うわー、びっくりした。ネタバレだ、ネタバレ。これ、あ、もういい匂い。あ、もういい匂いがする。箱もすごいおしゃれで、これもね、取っておこうかなと思います。じゃあ早速開けていきます。うわー、すごい、めっちゃ綺麗。皆さんこんな感じです。まあ、あとあの細かいインサートを撮ろうとは思うんですけど、上に刺す棒がないなと思ったら別に入っておりました。結構ね、この瓶もおしゃれで、すごい気に入ったんですよ。これがあの匂いが出るアロマのやつかな。こういうね、香り系ってやつは動画で説明しづらいんですけど、匂いとしてはレモンと、まあ、ベルガモットみたいな、ちょっとね、爽やか系の匂いなんですよ。洗面所とかはすごい合うかなと思いまして購入しました。まあ、この時はルーちゃんもね、隣にいて、ルーちゃんと一緒に買ったんですけど、まあ、ルーちゃんもすごい気に入ってくれて、これはね、2人で購入しました。押しながらやるってことか。あー、いい匂い。めちゃくちゃいい匂い。内蓋も取ったら、さらにいい匂いが出るわけですね。と、うわ、落ちた。めっちゃいい匂いがする。入れていきたいと思います。で、こちらの棒を刺していきます。わー、でもなんで芳香剤に蓋があるんだろう。
じゃあ1つ目はこの方向台です。続きましては大きい段ボールを皆さんに紹介していきたいと思います。バーミキュラーといえば鍋とかがね有名なイメージなんですけど、今回はそれではないものを買ってます。すごいおしゃれっすね。フライパンを買ったんですよ今回。フライパンの蓋ですねこれ。これフライパンの蓋も2種類選べて、私とルーちゃんはこのガラスの方がいいよねって話でこちらにしました。じゃあお待ちかねのメインのフライパンを皆さんに見せていきたいと思います。箱ぴったりすぎて取り出すのが大変なやつですね。よし、じゃあちょっと開けていきます。うわー中はこんな感じになってます。いやすごい、フライングパン。あ、これはレシピですね。あ、すごいいっぱいある。すごいですね。これもルーちゃんと一緒に作りたいなと思います。いやーすごい嬉しい。こういうのくれるの嬉しいですよね本当に。携帯からもこうやって見れるわけですね。でこれが終わったら、おーかっちょえー、28センチのフライパンとなります。でこれも2種類あって、ここが木のフライパンと2種類ありました。まあ、ちょっと見た目重視でルーちゃんとこっちの方がかっこいいよねっていうことでこちら購入しました。ここがね熱くなるって言ってたんで、まあ、ここを持つのを注意すればいいかなと思いましたんでこちらの方購入しました。まあ、ちょっとインサートのためにちょっと膜が歪んじゃったかもしれないですけど、かっこいいっすよね。結構ね軽いんですよこれ。軽くて薄いんですごくね使いやすそうだなと思って買いました。3つ目の購入品はこちらです。ディオールの商品です。私ちょっとディオール買ったことなくて、ディオールのね袋を見た時にもすごい感動しまして。可愛くないですか、このなんかちょっとザラザラな感じと、あとこのシックな青めちゃめちゃかっこいいなと思って、これね袋としても使おうかなと思います。あとキーホルダーがついてきたんですよ。メンズがこの銀色、まあ、女性が金色だそうです。まあ、これ見ればねメンズのものを買ったのかウィメンズのものを買ったのかが分かるみたいですよ。バッグにつけたいなと思いますじゃあちょっと早速開けていきたいと思います。すごい、これぐらいの大きさになります。はい、こちらが先ほど見せた箱となります。ちっちゃめなんで何かなと思う人もいるんですけど、先に言いますとバッグです。お、開いた開いた、ドゥドゥン、おー、やはり中もディオールさんのもので包まれてますね。開けていきます。よいしょ、チラチラ、かわいい、めちゃめちゃかわいいっす。はい、こちらが購入したディオールのバッグです。運転のちっちゃいバッグ持ってなかったんですよ。はい、結構ね荷物多いタイプで、結構いろいろ心配性で折りたたみ傘とか持ち歩くタイプだったんですけど、最近持ち歩かなくてもいいかなみたいな思って、クレジットカードとかでいいかなと思って、こういうちっちゃいバッグが欲しくていっぱいねサイト探して見つけ出して購入しました。めちゃめちゃちっちゃくて可愛いんですよね。サイトで見て一目惚れしてもう買おうと思って、ちょっとね値段の方が高かったんですけど、30歳だしボーナスも入ったし購入しました。これ自体がもう財布みたいな役割をしてて、前がね札とかあとカードとか入れれる場所となっております。ショルダーのベルト、これもちょっとつけていきます。こんな感じです。ちょっと長さ調整してないので、カードとクレジットカードだけ持って街を歩こうかなと思います。いや可愛いなと思いましてね、全部で23万ぐらいかかりました。結構、高額ですけど30歳だし全然いいかなと思います。これをね大切にまた何十年も使っていこうと思います。今回の購入品紹介は以上となります。はい、以上です。バイバーイ。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとして